ここは地球上でも有数の乾燥地帯であるチリ北部のアタカマ砂漠。でもこの砂漠には美しい秘密が隠されているんです。その秘密とは、3年から5年ごとに突然花が咲くというもの。かなり有名で、砂漠花畑とも呼ばれています。花の種は地面に落ちると雨が降るのを待ち、砂漠に十分な水が補給されると約200種類の花が咲き始めるのです。そしてアタカマの黄色い砂が紫、白、緑、そしてピンク色に変化します。砂漠で見られるもう一つの神秘的な現象は、砂の滝と呼ばれるもの。風が多くの砂を峡谷の端に移動させると落下し始めます。そしてこのサイズが100倍になると、サウジアラビアにある砂の滝のようになるのです。ナイアガラの滝のようですが、一滴の水もありません。地元の人々はこの現象のことを、砂嵐が起こる前触れだとしています。近隣は妖精の輪とも呼ばれる草原や森林地帯に現れる不思議なキノコの輪のこと。近隣がほぼ完璧な円を形成する理由については多くの説がありますが、迷信では妖精の踊りが地面を燃やし、キノコを急成長させると言われています。インド南部では2001年7月から9月の間に、歴史上有数の奇妙な気象現象が目撃されました。なんと真っ赤な雨が降ったのです。多くの人は典型的な暴風雨だと思っていたので、かなりショックを受けたとのこと。そしてその色は服にシミをつけるほど濃かったそうです。さらに緑、黄色、茶色や黒など他の色になることもありました。モンスーンの真っ只中に赤い雨が降り始めて、数週間定期的に降り続けました。研究者たちはこの異常な雨にホコリや藻が含まれていることを発見。ですので舌で舐めようとしては絶対にいけません。科学者たちにも藻が雨の中に含まれた理由は完全には分かっていないので、この現象は未だに解明されていないのです。ヘスダーレン渓谷の奥にあるノルウェー中部の田舎に住む人々は、白、黄色、赤の光が空を横切るのをしばしば目撃することがあります。この光は昼と夜に現れ、80年代には週に15回から20回ほど目撃されていたんだとか。このヘスダーレンライトはほんの数秒間しか見られない場合もありますが、1時間以上続くこともあります。ライトが動き、宙に浮いたり揺れたりしているように見えるとのこと。一部の科学者たちはこれらの光の原因がイオン化された鉄粉によるものだと考えています。他の科学者たちはナトリウム、酸素、水素の燃焼だと言っています。でも多くの人々は単に誤認された飛行機だと主張しているようです。スノードーナツは滅多に見られない珍しい気象現象の一つで、これが形成されるためには完璧な気象条件が必要となります。この驚異的な雪の輪を見るためには、ロッキー山脈のような雪に覆われた山岳地帯で、風、気温、雪、氷、湿気などの条件が全て揃っていなければならないのです。地面の湿った雪の薄い層の下に氷か粉雪のある状態で強い風が吹くと、雪だるまのようにドーナツ型になって丘を転がり始めます。そして転がり終わると、野球のボールサイズから車のタイヤのサイズになることがあるんです。でもサイズは全て風の強さ次第のようです。できたばかりのスノードーナツはあまり長く持たないので、もし発見したらすぐに撮影してくださいね。地球上に他の惑星のようなもう一つの独立した生態系と大気を持つ場所があるとしたらどう思いますか？ルーマニア南東部にあるモビラ洞窟は、なんと550万年もの間完全に暗闇の中に閉ざされたままだったんです。それが分かったのは、建設する場所を探していた労働者たちが洞窟を発見した時のこと。科学者たちは洞窟への入り口を作った際に、内部で完全に持続的な生態系が繁栄していることを発見したのです。多数のトンネルを通り抜け、岩に穴を開けて道を作った後、科学者たちは腐った卵のように悪臭を放つ硫酸の湖を発見しました。その場所の大気は硫化水素で満たされ、地上の大気の100倍の二酸化炭素が含まれていたのです。言うまでもなく、この大気はかなり有毒。さらに信じられないことに、
この洞窟内には独自の生態系が存在し、地球上の他の場所では見られない33種の生物が存在していたんだとか。この洞窟は全く異なった大気を持つ他の惑星に生物が存在するということを証明しています。でもその存在が誰にも知られていなかったのは不思議ですよね。ここにある木を見てみましょうか。これはインドゴムの木と呼ばれるもの。強い根は地下ではなくて表面に生えています。人々は特別なフレームと留め具を使うことにより根の成長の仕方をコントロールする方法を編み出しました。例えばゴムの木の近くに穴があり、片方の端からもう片方の端まで橋を架けたかったら、成長する木の根をその方向に向ければ時間が経つにつれ地面に根が張り、土砂を頑丈にしてくれるんです。そして一本の橋が出来上がるまでに約15年ほどかかるんだとか。こちらは生命の木と呼ばれる驚くべき木で、バーレーンの砂漠に生えています。数キロ四方の砂に囲まれているこの木は、砂丘の上に400年以上も生えています。ここは非常に暑く湿気もありません。ですが木は緑の葉を持ち成長し続けているんです。今のところ科学者たちはこの木がどのように水分と栄養分を得ているのかということを理解していません。周りには油田しかないので、地元の人々は木が神聖であると信じているようです。この木は生命の奇跡と自然の力を象徴しています。一部の専門家たちは全て根によるものだと確信しているようです。根がかなり深いところまで張っているので、地下の水源に到達しているのです。夜通しで何時間も運転してきたので、眠る機会もなくうとうとしてきました。車を止めて手足のストレッチをしながら空を見上げると、美しい日の出が見えます。でもなんと空には太陽が3つ見えるではないですか。目をこすっても3つの明るい太陽が見えます。ですが3つに引き裂かれたわけでもなく、もう火山の噴火という現象はそれそのものが恐ろしいですよね。そんな中、空で雷が鳴り響きます。いやー、悪夢のような火山噴火がより迫力のあるものになりましたね。この雷は濃い火山灰が吹き上げられることで低空で生まれる静電気、また上空の成層圏で激しく動く氷の粒によっても雷が生まれます。ウユニ塩湖に立つと、まるで巨大な鏡の上に立っているかのような錯覚に陥りますね。ここは南米で最も標高が高いボリビアに広がる1万平方キロメートルの塩湖です。この大自然によって生まれた鏡は、太古の時代に生まれた湖が生み出した景色なのです。平たいように見えるこの地域は GPS で判別すると、ところどころに数センチ足らずのくぼみがあることがわかります。存在する塩の量は100億トン。タイミングが合えば付近の湖の水が溢れることによって、空を鏡のように反射した景色を見ることができます。ここは地域に塩とリチウムを供給している場所なのです。世界初の塩のホテルも必見ですよ。ペルーのレインボーマウンテン。この景色がどのように生まれたか、科学的な説明は未だにされていません。色とりどりの山頂は到達することが困難ですが、青や赤、緑、黄色、ピンクの縞模様が自然界に浮かび上がる姿は必見です。凍った UFO のように見えるこちらは可燃性のメタンガスの気泡。水中に閉じ込められたこの泡は幻想的な風景を作り上げています。カナダ・アルバータのアブラハム湖をはじめとした北方の湖に多く見られるこれらの泡は、動物の死骸や落ち葉が水に落ち微生物に分解されることで発生するものです。ここからでも匂ってきそうですね。2018年3月、東ヨーロッパで発見されたとある現象。スキー客が滑り降りたのは、なんと赤い空の下のオレンジ色の斜面。それはまるで火星の砂の斜面の上を滑り降りているかのような体験だったのだといいます。しかしこの現象の神秘的なイメージとは裏腹に、その原因は至ってシンプルなものでした。サハラ砂漠で発生した砂嵐がそこまでたどり着いたものだったのです。嵐に乗って飛んできたのは塵や砂、花粉など。これらの粒子が雪をオレンジ色へと変化させたのでした。気象学者の言うところによると、この現象は同様の地域で5年おきに起こっているものなのだそうです。
この雪は口に入れてはいけませんよ。2018年2月20日から21日、アメリカ合衆国北東部で発生したのは世にも珍しい熱波。そう、2月の真っ只中にです。これは1800年代に気象観測が始まって以来最大の冬の熱波でした。例えばメイン州フライバーグでは気温が21度にまで上昇したため、多くの人がコートを脱ぐ羽目になりました。マサチューセッツ州フィッチバーグでは外の気温が26度と見るや否や人々がサンダルを着用。ペンシルベニアのハリスバーグでは28度を記録し、メイン州ウェルズでは25度が記録されました。11000年前、年も金属の道具もなかった現在のトルコで卓越した技術によって作られたのがギョベクリテペです。ティラノサウルスの3倍の重さの石灰岩を持ち上げ、それを刻んだ方法も、それが何を表しているかも明らかになってはいません。アメリカ合衆国ワイオミング州のデビルズタワーがどのようにして生まれたのかは明らかになっていません。これは高さ264メートルの岩でほぼ垂直の岩壁がそびえています。それがワイオミング州の広大な平原の上にそびえています。どうしてそんな平たい地形に突然このような岩が現れたのでしょうか。そのことについては様々な仮説が唱えられていますが、正確な答えは分かっていません。クロアチアのレイクス国立公園は世界遺産にも認定された一大観光スポット。固有の動植物が暮らす場所です。無数の滝と湖にあふれた景色はまるで映画のセットのようです。1980年代中頃、スキューバダイビングの最中、日本沿岸で発見されたのが与那国島海底地形。その年代は数千年前のものだと言われていますが、果たしてそれが人の手によって作られたものであるかに関しては諸説があるようです。仮にこれが古代の都市だったとすると謎は深まります。それはどのような文明のものであったのか、そしてそれはどうして沈んでしまったのか。こちらの石の形状は全く人の手によらない火山活動からなるものです。アイルランドにあるこのジャイアンツコーズウェイがこのような形状になった理由は未だ分かっていません。1812年、理由こそ分かってはいませんが、とあるイギリスの農家が地元の画家にお金を払い、丘の斜面の土を何トンもどかし、そこに白いチョークで絵を描かせました。しかし画家は代金を持ったまま逃走。というわけで農家はもう一度代金を支払い、こうしてアルトン・バーンズ・ホワイトホースが完成したのです。アイスランド・スヴァーティフォス滝、その名前はそれを取り巻く溶岩の柱に由来します。滝壺には鋭い岩が立ち並び、数多くのアイスランド建築のモチーフとなりました。湿度の高い冬の森の夜、ここではまるで絹や白髪のようなヘアアイスを見ることができます。不思議な氷の結晶が腐った丸太の上で育つのです。儚い命のこの氷は日が出るや否や溶けてしまいます。この氷が生まれるメカニズムはごく最近になって解明されました。これはなんとキノコのせいだったのです。キノコの働きが髪の毛のように細い氷を育て、それを支えていたというわけです。このキノコがない場所では氷は全く違った形になります。伸びの原因として最も多いのは落雷。しかしその一方で伸びが雷の原因となるケースがあります。インドネシアのカワイジェン火山は普通の溶岩を吹き出している火山とは違います。この奇妙な火山は他の火山のように黒い煙と赤い溶岩を吹き出す代わりに、青い炎と電気を帯びた青い溶岩を吹き出します。この現象はこの火山が世界中で最も高いレベルの硫黄を含んでいるのが原因で起こります。硫酸ガスは灼熱の空気と相互作用を引き起こすことにより溶岩に照らされると青く見えるのです。ですが残念ながらこの魅惑的な光景が見られるのは夜間だけ。匂いは一日中消えません。ちなみにこのクレーターの中には世界中で最も強力な酸性湖が隠されているんですよ。視界は厳密に言えば湖ですが、海に比べてかなり高濃度な塩分とミネラルが含まれています。泳ぐことはほとんど不可能ですが、人々は体に良い天然化学物質が含まれていることを知っているので、この場所を訪れます。
それに水面に浮かんでいるだけでかなりリラックスできるんです。この古代からの水域は海の 9.6 倍の塩分を含んでおり、肉眼で見える生物が生息できないため、そのように名付けられました。高濃度の塩の中で生き残れるバクテリアや菌類はほんのわずかしかいません。さらに海抜マイナス427メートルという地球上の陸地で最も低い標高に位置しているんです。メキシコのある地域の地下には青函世界のような水晶の洞窟が広がっています。地表から約300メートルの地下にあり、柱の長さは最大11メートル。その中には重さが最大55トンになるものも。これらの水晶は世界でも有数の大きさを誇っています。ラスケンタイアビーチでは白い砂浜と紺碧の水が無限に続いているように見えます。思わずこのトロピカルな雰囲気に惑わされてしまいそうですが、実際にそれが存在する場所はスコットランド。そのためこのような景色が楽しめるのは5月と6月だけ。12月には1日平均1時間しか日光が当たらないので、モノクロでよりドラマチックに見えます。ジョージアガイドストーンでは巨大な石が星形に並べられており、ヒンディー語、中国語、スワヒリ語などを含む8カ国語による碑文が記されています。完成したのは1980年で、数世紀にもわたって作成された天文歴が刻まれていますが、誰が作ったのか、また作られた理由は何なのかということは謎のままなんです。カリフォルニア州にはジャイアントフォレストのあるセコイア国立公園があります。これらの木々の樹齢は数千年だと言われています。この地域には8000本以上の巨大な樹木があり、そのうちの10本は現在生きている世界最大級の植物。シャーマン将軍の木は樹齢2700年と推定されていて、世界最大の体積を持つ生きた木として認定されています。かの有名なイースター島のモアイは何百年も前から存在していますが、作られた理由が正確には分かっていません。一部の科学者たちは地元の人々が彫像を作ることにより土壌が肥沃になると信じていたと説いています。付近の土壌を分析したところ、島で農業をするのに最も適した場所だったので、モアイがそのために作られたと考えられているようです。トルコにある古代温泉の化学成分は注がれる水を魔法のように見せる効果があり、体だけでなく心も浄化されるということです。サウジアラビアには真ん中からスライスされたように見える岩が平行に並んでいます。アルナスラがユニークなのは、これが人間の手によって作られたものではなく、長年にわたる自然によるものだということ。この氷河は南極大陸の真ん中に大量の赤いペンキを落とされたように見えるかもしれませんが、実際には自然にできた色。血の滝は極度に濃い塩水と酸化鉄が混ざり合うことにより発生し、真っ白で何もない世界の中で不気味な雰囲気を醸し出しています。2018年5月初旬、アメリカのニューイングランド地方では近代史上最も恐ろしく危険な現象である超長距離竜巻が観測されました。ニューハンプシャー州チャールズトンの付近で発生した後、メリマック郡のウェブスターの町へ向かったのです。この竜巻は約58キロを33分間で移動し、ニューイングランド地方で3番目の長さの竜巻となりました。フィリピンでは透き通った海で泳いだり、パラワン州で水中の世界を発見することができます。コロン島の自治体には白い砂浜があり、小さなボートに乗って多くの素晴らしい景色を眺めることができるんです。トリスタン・ダクーニャは大西洋の小さな火山群で、近隣都市はアルゼンチンのブエノスアイレスと南アフリカのケープタウン。このユニークな場所を訪れるには船で7日間かかります。世界の他の地域から脱出して現地の280人の人々と一緒に生活していると、全てのものから離れたような気分になるんだとか。2018年1月の1週目にアメリカ北東部を襲った異常な寒波は、マサチューセッツ州ノースファルマス郡に面する大西洋の水を凍らせてしまいました。さらに海が完全に凍ったことで、人々は波の上を歩くことができたのです。中国の天津に観光客が集まるのは、ビーチをユニークに見せる赤い砂が理由。
海水の中にスエダサルサと呼ばれる赤い植物が生息しているため、ビーチ全体が赤い色で覆われていて、透明なのは水面だけなのです。重力に逆らっている場所があるとしたら、それはアルゼンチンのダバスコの岩でしょう。ここでは崖っぷちにある不安定な300トンの巨大な岩が風によって左右に少し揺れている。ビラのような見た目をしています。長さおよそ1キロ、深さ86メートルのこのクレーターは今でも大きくなり続けています。深くなればなるほどあらわになる地下の層。この層を見てみると1000年前の地球の状態を知ることができます。このおかげで当時の気候がわかるんです。クレーターが姿を現したのは60年代。急激な森林破壊がきっかけで始まりました。木の影がなくなり、地面がだんだん温まってきたんです。このおかげで永久凍土が溶けてクレーターが形成されました。ニューメキシコ州のタオスで聞こえるブーンという低い音は1990年代から地元の人を悩ませています。この低周波の音のおかげで人々は睡眠を妨害され、疲労感に襲われています。科学者たちがこの音の正体を解明しようと試みてきているものの、その原因の特定には至っていません。似通った現象は英国、オーストラリア、カナダ、アメリカの別の場所でも報告されています。幸いこの音が聞こえるのは世界の人口の 2% ほどのみです。この音は機械装置、聴覚系への妨害、動物などが原因ではないかと考えられてきました。ウエストシアトルで聞かれるブーンという音はトードフィッシュが原因だとされています。金環や近隣とも呼ばれる妖精の輪は、草の生えた地面にキノコがミステリアスな輪を作る現象です。キノコがほぼ完璧な輪を作り出す理由に関してはたくさんの議論がなされています。伝説によれば妖精が踊ると地面が焼けて、そこに急速にキノコが生えるそうです。コスタリカには300個ほどの石球が集まっている場所があります。地元の人は玉を意味するラスボラスと呼んでいます。これらの石球はほぼ完璧な球体です。巨大なものは一つで16トンほどの重さがあります。さらに反霊岩、石灰岩、砂岩など様々な素材からできています。オサの家に向かってまっすぐ並べられていたのではと考えられていますが、その起源に関する正確な情報は存在しません。伝説によればその起源はアトランティスにあるとかないとか。なるほど。10月後半にメコン川を訪れたら、光り輝く火の玉が水中から現れ、空中に浮かび上がる姿を目撃することができるかもしれません。地元の人はこの火の玉現象をバンファイパヤーナークと呼んでいます。火の玉のサイズは様々です。火花ほどの小さなものもあれば、バスケットボールほどの大きさのものも存在します。夜になると数十個から数千個、このような玉が出現するんです。科学者たちはこの現象の確固たる原因を解明できていませんが、これは沼地から放出される可燃性のガスが原因なのではと考えられています。地元の人の一部はメコン川に住み着いている巨大蛇の仕業だと信じているようです。ミネソタ州のスペリオル湖の北側の岸にはデビルズケトル、つまり悪魔の大釜と呼ばれる滝壺で有名な公園があります。これは2つに分かれている滝で、滝の1つはそのまま流れ落ち、もう1つは地面の穴へと消えていきます。デビルズケトルに投げ込んだ物体は二度と戻ってきません。科学者たちは穴に流れ込んだ水の行き先を解明できていません。流れの行き先を追跡することができないため、デビルズケトルは人間には危険すぎると考えられています。ウォータースライドには向いてないですね。グルニオンは変わった繁殖方法で有名な魚です。メスは海から岸へと上がり、海岸で尻尾で砂に穴を掘り卵を産むんです。卵はしばらく砂の中に隠されます。10日後、生まれたばかりの赤ちゃんが海に帰っていきます。科学者たちはまだこの繁殖方法を説明できていません。中央ノルウェーのヘスダーレン峡谷に住む人たちは、空に浮かび上がる白、黄色、赤の光を頻繁に目撃します。この光は昼夜問わず現れ、80年代には1週間で15から20回ほど目撃されました。ヘスダーレンの光は数秒程度で消えることもありますが、1時間ほど観測されることもあります。この光は移動して前後に揺れているようにも見えます。この光の原因を鉄粉だと考えている人もいれば、ナトリウム、酸素、窒素の燃焼であると考えている人もいるようです。
ただ多くの人たちは航空機の見間違いではと疑っています。イエローストーン国立公園には有名なボイリング湖がありますが、自然に沸騰した水を見ることができる場所はここだけではありません。アマゾンの奥深くには 6.5 キロ続く常に熱いシャナイティンピシュカ川があります。この名前は太陽の熱で沸いたという意味です。正確に言えば沸騰しているわけではないですが、パスタを調理するのには十分な91度に到達します。試してみます。温度は最も低い時で45度です。この川の温度は未だ科学的に説明されていません。水がこれだけの温度に達するためには火山に近いことが条件です。しかし最も近い火山でも645キロ離れています。ただしこの現象を可能にする理由が地下に隠れている可能性はあります。ベネズエラの西部カタトゥンボ川の傍らに住む地元住民にとって雷は日常茶飯事です。ほぼ毎日雷が鳴るんです。午後7時くらいから始まって夜明けまで続きます。このカタトゥンボの雷はかつて数ヶ月ほど2010年の1月から3月の間だけ見られなかったことがありました。原因は干ばつだと考えられています。あるいは充電不足。1991年、冷たい空気の流れと暖かい空気の流れがぶつかり合うことが原因でこの現象が起こるのではと科学者たちが提唱しています。別の説によれば雷は岩盤に含まれるウランによって引き起こされています。雷といえば、私は苦手なんでおいとまします。では。